こんにちは、アキコダンスプロジェクトの小野アキコです。今日は太ももの裏側のハムストリングス、そしてヒップアップをしていく臀筋の筋肉を鍛えて引き締めていくシングルレッグキックというエクササイズをしていきます。まずうつ伏せになります。両足をピタッとつけるようにして足の裏が床と垂直です。お腹をしっかりとへこますようにして体幹を使いながら、息を吐きながら右の足を曲げていきます。まっすぐ自分の後ろに曲げていきます。吸いながら戻して、吐きながら反対です。吸いながら戻します。自分の後ろに来るようにして、この足が外に行ったり内側に行ったりしないようにしていきます。位置が確認できたらつま先を伸ばしていって、息を吐いて伸ばします。伸ばします。吐いて吐いて伸ばして、吐いて吐いて伸ばします。横から見ていくと膝が床から離れるようにして、右足から伸ばします。吐いて吐いて伸ばします。このようになります。左右交互に6回ほどやってみてください。